新納大輝、まずは人気本線の中部勢に蓋をする格好です。前浮きは自在タイプの4番の藤縄、後ろ詰めから上がった7番の新納大輝、中段の外目まで上がっています。その新納がジャン前を抑えていきます。7番新納大輝、ジャン前を抑えました。これを出して4番藤縄陽介は中段の4番手、9番の桜井優太、今のところ6番手の外目あたりです。ジャンの4コーナーから直線です。5番の田中修司が切り替えていきました。若松も切り替えた。桜井は最後方最終周回です。若松切り替えて現在は後方の7番手になっています。先行7番の新納大輝、そして中段4番手は4番の藤田陽介です。若松切り替えた位置は現在7番手、若松とそして9番の桜井優太まくっていく。バック4番手から4番の藤田陽介がまくっていく。藤田のまくり、そしてその後ろはどうか。2番の松山、若松もちょっと苦しくなった。内5番の田中修司、4コーナーから直線です。4番手からまくり切った4番の藤田陽介、4番藤田に3番の安藤秀弘。大変お疲れ。ピックアップの問題。監督にいいのもらったんですけど、そうですね、あれだけはワンツーかなので、まあ、練習してるのだと3着に行ってましたね、はい、うち完全に座れてましたね、終始、はい、まあ、ちょっと藤川さんの、ね、2日間のレースも興味深いんで、そうですね、あの前回も先行してくれたんで、はい、信頼しました、はい、明日もじゃあ、そうですね、はい、明日表彰しますか、いいですね、はい、はい、そうですね、今日2、6の頑張りが全てでしょうね、はい、それしかないですね、まあ、自分の感触も、はい、まあ、だんだん上向いてきているんで、まあ、明日頑張ります。そうですね、藤田さんのまくりをね、こう止めたかったんですけどね、はい、ちょっと体半分乗り越えられたんで、まあ、それ自分の技術不足ですね。ただ松山さんとガランドのワンツーを阻止した形になりました、まあ、そうですね、はい、もう最後意地です。来ましたね。来ました。2連勝で、いよいよ決勝に。はい。うまいこと言いました。あのレース、あのどういう組み立てイメージしたんでしょう。いや、本当に何も考えてなかったんですけど、はい、とりあえずみんな強いんで、はい、後手だけはいかんように、中段から仕掛けを持てました。はい、まあ、ちょっとね、桜井さんがね、不発というか。そうですね。すごいバンクも多かったんで、やっぱりちょっと大変、みんなしんどかったと思います。まあそんな中で、こう、まあ、僕一番うまいこと立ち回ったんで、まあチャンス生かせてよかったです。もうこうなったら一番表彰台の高いところを狙っちゃう。頑張ります。はい、期待します。ありがとうございます。